アラン・ジャゴエフ、1990年6月17日隊は、ロシアのサッカー選手、ロシア代表、ポジションはミッドフィールダー、PFC チェスカモスクワ所属、オセット人である、アラン・ジャゴエフとも表記される、1990年6月17日、ロシア北オセチア共和国のベスランで父エリズバールと、母、ラナの間に生まれた。 兄がサッカーをしていたことと母の勧めで、2000年、ウラジカフカスのユースチームでサッカーを始める。2006年から2007年までの2年間は、ロシアセカンドリビジョンのクリリやソベトフソークでプレーし、37試合6得点の結果を残した。2007年12月、PFC チェスカモスクワ2移籍。ロシアカップ2008では、2試合に出場し、優勝に貢献。 2008年度のロシアリーグでは FC スパルタクモスクワ戦では3アシストを記録。さらに FC ゼニトサンクトペテルブルク戦では2得点を上げるなどの活躍。2009年シーズンから背番号が46から1 2変更。ロシア代表のユース年代では U-17 代表として6試合に出場し4得点の結果を残している。本来であれば u -21 代表を経由するところ、2008年10月に飛び級で A 代表に初選出された。同月17日の W 杯予選のドイツ戦で18歳と116日で、史上最年少での代表デビューを果たした。2010年10月8日のユーロ2012予選、アイルランド戦で代表初得点を記録。2018FIFA ワールドカップの 本大会メンバーに選出され、グループリーグ初戦のサウジアラビア代表戦で、先発したが、前半24分にハムストリングを負傷し、残り2試合の欠場を余儀なくされた。代表でのジャゴ F、ありがとうございます。